はい、短期決戦です。6月30日7時20分です。ユーロ円は 128.30。 ああ、買られたよ。ドル円は 112.15、 ポンド円は 145.85、 トルコリラは 31.78 です。ポンドドルは 1.3005、 ユーロドルは 1.1442。 どうだろうな、どうだろうな。ちょっと日経平均戻してきたからね。日経平均先物もね、この暴落、何これ。112.93 からね、111.84 まで落っこったね。ひどいねこれね。で今戻してるとこだから、ダウは167ドル安、原油は 44.95、 先物は215円安です。 NASDAQ は 1.44% 安。よし、終わりにするかな。これユーロショートダメなのかな。ユーロ強いんだな。ユーロショートしときたいんだけどな。よしか。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。